ピエトロ・コレッタは、イタリアのイタリア統一運動時代の革命家、愛国者、歴史家、作家、軍人である。イタリア統一運動の初期にあたるナポリ革命、後半で主導的な役割を果たし、シチリア革命を終結させた。また晩年は、作家、歴史家として、著書をいくつか発表し、思想、知識面で、イタリア統一運動に貢献した。ピエトロ・コレッタとも、 ピエトロコレッタ急邸宅、ピエトロコレッタは1775年1月23日にナポリに生まれた。父が弁護士であったことから当初は法律家を志したものの、途中で軍人を目指すようになり1794年にナポリオ王国の陸軍主官学校に入学した。1798年には、中尉として軍人のキャリアを始め、1799年には、 フランスによって、ナポリオ王国が滅ぼされ、パルテノペア共和国が建国されると、共和国政府側についた。この際、立憲主義や自由主義の考えに触れてこれが、後のナポリ革命の参加につながっている。1800年、フェルディナンド一世が福井すると共和国政府に、協力した罪で軍人を追われ、土木業に従事した。しかし1806年には、ナポレオン・ボナパルトが、 ナポリオーイを退官し、ついで1808年には、ジョアシャン・ミュラが、ジョア・キーの一世として即位するなど、ナポリオー国は再びフランスの衛星国となった。するとコレッタは、軍事的キャリアを再開し、1813年には、ナポリオ国軍の中将となっている。1815年には、ウィーン体制が確立し、両シチリア王国が建国され、ブルボン家が、 支配体制を再確立した。本来ならば、フランス側についたコレッタは罪に問われるが、ナポリオ王国のオーストリア帝国に対する降伏条約、カザランカ条約を取りまとめた功績があったことから、両シチリア王国軍で軍人を継続。1818 18年には、第四師団の師団長を任されている。ピエトロコレッタの共造1820年、ナポリ革命が発生。 クリエルム・ペペなどの軍事的圧力で、フェルディナンド一世は、憲法の制定など、諸改革を認め、ナポリ革命政府が樹立された。コレッタは、法規には参加しなかったものの解明的軍人であった、ことから、革命政府に受け入れられ、指導力を発揮した。1820年10月には、フロレスターのペペの公認として、シチリア島に3000人の兵士を率いて派遣され、 シチリア島がナポリから分離独立しないようシチリア革命により成立した、シチリア革命政府を武力をもって徹底的に弾圧した。1821年1月にはナポリに帰還すると暫定戦争、海軍大臣に任命された。フェルディナンド一世の裏切りによってナポリ革命政府はオーストリア帝国との戦争に突入する。するとコレッタはグリエルモペペ、 未経でカラスコサとも主に4万人の死願兵や、両シチリア王国軍を率いて、オーストリア帝国軍に対抗した。この戦いで敗北したコレッタは3ヶ月の東獄の末、オーストリア人に助けられ処刑を免れモラビアのブルノへと亡命した。1822年には、トスカーナ対抗国のフィレンツェに移住し、ジャコモ・レオパルリア・ニコロ・トマセオ、ジーの割烹になどに代表される作家、 詩人、歴史家などと交流を持った。その過程で近代化や啓蒙思想に影響をもたらした月刊誌、アントロジーアの発刊に参加し、また、コレッタ自身も歴史家となって歴史研究に勤しんだ。1734年から1825年までのナポリオ王国の歴史は彼の最大の著作であり、両シチリア王国でのイタリア統一機運を高めた。 1831年11月11日、フィレンツェで死去。晩年から死後にかけてコレッタは、反強交権的で、自由主義的な思想を持っていたことから、自身の著作も含めて保守派や、強交派に大きく批判された。彼を批判した人物としては、枢機教、ファブリツィオルフォ、修道院長、ドメニコ・サッキネリなどが代表的である。一方で、ヴィンチェンツォ・オコや カルロボッタなど同時代に活躍した自由主義者たちに大きな影響を与えている。ありがとうございます。